お料理に入れて食べる使うものだからね、そしたら大柄がいいよ、お漬物とかでも大柄でも風味があるから、美味しいと思う、じゃあ大柄にしましょうか。四国名産物は鷹の爪八つ草の木、非常に辛い唐辛子のナンバーワン、十二指腸海中物を殺すという殺菌力の強いところです。紀州有田は新物のおみかん、みかんの皮を粉末にしたもの、このおみかん、キムチン系アスピリンと並びまして薬剤の尊い原料とされてまいりました。我々の先祖代々漢方薬として使用されております。その風味を味わいましょう。松葉のように散る松葉型、細かくちぎり散らしたところ松葉のように見えることから松葉の木と名付けられました。ミネラルたっぷり、老化防止、風味のいい青のりです。風味といえば香り、香りといえば、やはり七味に欠かせないのは山椒の香り。色は黒いが味見やシャンセ、誰が植えたか今山椒。山椒3年目の追として歌に歌われてまいりました。東海道からは朝倉山の本山椒の粉山椒、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごま、数ある4つの中から、こちらは武州川越の名産物、白ごまの杉ごま、血液循環に入っては消化を助けるという非常に脂肪分の強いところです。また見た目は硬そうに見えますが噛んで香ばしい、野州は栃木県日光の名産物、朝飲みです。心臓の動悸、息切れ、また人間の体液やの周期を消し止めるという朝飲みが入りまして、こちら生の唐辛子を焼いたもの。信州は長野県です。善光寺八幡屋さんで有名であります、焼いて焼き唐辛子から七味七色の中を4度に7時代は下り、明治、大正、昭和、平成、この年代に至るまであらゆる食卓の友であります。需要、薬用、栄養となっております。こちらも混ぜて出来上がりましたところ、一般ご家庭用、大衆向け辛さが中辛、こちらベースになりますね。辛み加えてまいりましょう。まずは焼いて焼き唐辛子からシングルのおまけから、生の鷹の爪の順物にダブルのサービス、ダブルとトリプル、これ私の気持ちです。さらにね、山椒ね入ります。さあ甘口でも辛口でもお好み次第で調合しております。味、香り、辛み、風味、需要です。薬用があります。栄養製造国際中です。さあ朝晩のお味噌汁、鍋物、煮物、煮魚、焼き魚、おうどん、おそば、何にかけていただいても美味しく召し上がれます。また1ヶ月2ヶ月十二分に味わいのできるお安い品物、スーパー、デパート、乾物屋さんで唐辛子とは風味が違います。七色はね、辛いだけの七色は美味しくないです。こちらも2つで2000円になります。ありがとうございます。よかったら冷凍保存してください。1年ぐらい風味落ちませんからね。はい、お待たせしました。ありがとうございます。お品物ですね。お返しね。はい、正解をお調べください。ありがとうございます。唐辛子のナンバーワン、十二指腸海中物を殺すという殺菌力の強いところです。紀州有田は新物のおみかん、みかんの皮を粉末にしたもの、このおみかん、クミチン系アスピリンと並びまして薬剤の尊い原料とされてまいりました。我々の先祖代々漢方薬として使用されております。その風味を味わいましょう。松葉のように散る松葉型、細かくちぎり散らしたところ松葉のように見えることから松葉のりと名付けられました。ミネラルたっぷり、老化防止、風味のいい青のりです。風味といえば香り、香りといえば、やはり七味に欠かせないのは山椒の香り。色は黒いが味見やシャンセ、誰が植えたか今山椒。山椒3年目の薬として歌に歌われてまいりました。東海道からは朝倉山の本山椒の粉山椒、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごま、数ある4つの中から、こちらは武州川越の名産物、白ごまのすりごま、血液循環に入っては消化を助けるという非常に脂肪分の強いところです。また見た目は硬そうに見えますが噛んで香ばしい、野州は栃木県日光の名産物、朝飲みです。心臓の動悸、息切れ、また人間の体液やな周期を消し止めるという朝飲みが入りまして、こちら生の唐辛子を焼いたもの。信州は長野県です。善光寺八幡屋さんで有名であります、焼いて焼き唐辛子から七味七色七通り、おめどり七色となっております。こうして各地各種の名産物と揃えまして、お客様の目の前での完全情報でございます。時は大変、徳川三代将軍に光公の御御殿に誕生しましたこの七味唐辛子、時代は下り、明治、大正、昭和、平成、この年代に至るまであらゆる食卓の友であります。需要、薬用、栄養となっております。こちらも混ぜて出来上がりましたところ、一般ご家庭用、大衆向け辛さが中辛、大辛でベースになります。辛み加えてまいりましょう。まずは焼いて焼き唐辛子からシングルのおまけから、生の鷹の爪の順物にダブルのサービス、ダブルとトリプル、これ私の気持ちです。
さらにね山椒入りまして、うん、海のいいところですね。大柄の辛口になります。朝晩のお味噌汁から鍋物、煮物、煮魚、焼き魚、おうどん、おそば、何にかけていただいても美味しく召し上がれます。また1ヶ月2ヶ月中に分に味わいのできるお安い品物、スーパーデパート乾物屋さんで売ってる唐辛子とは風味が違います。七色だけはね風味で味わってください。辛いだけの唐辛子は辛いで終わっちゃいますからね。風味も味わってください。こちらも1000円になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、甘口でも辛口でも。